新旭川駅は、北海道旭川市東八条6丁目にある、北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。JR 北海道の駅番号は、A30。宗谷本線を所属線としており、関北本線を加えた2路線が乗り入れる。線路名称上での関北本線の起点駅でもあるが、関北本線の列車はすべて、宗谷本線経由で、 朝日川駅方面へ直通する。1977年の新朝日川駅と、周囲約700メートル範囲。右上が、名寄方面及び、沿軽方面で、分岐は、中央が、宗谷本線、右が、関北本線及び右に見える、当時の山陽国策パルプ、朝日川工場への専用線。左は現在は公園になっている、かつての輸送所への専用線で、元は、 戦時中に軍需産業として創業していた日本担任工業の工場専用線だったものを工場敷地とともに再利用していた。国鉄型配線の二面三線と駅舎横に三角形状の貨物ホームと2本の引っ込み線。その他に多数の副本線と駅の北外側に多数の貨物仕分け線が見えるが貨物取り扱いが下火になっていて、 すでにこの頃は換算としている。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成西側より、駅舎に面した単式ホーム一面一線と、島式ホーム一面二線、合計二面三線のホームを有する地上駅。二つのホームは、古戦橋で連絡している。乗り場のない側線が数本あり。 そのうち2番線の東隣にあるものが1番線となっている。旭川駅周辺再開発、北斎と旭川事業の影響で旭川運転所が移転し電車回送が行われるようになったため、ホームを持たない側線を除いて電化された。下り方向にある出発信号機は2番線と4番線が上位に宗谷本線、下位に関北本線と 方向別に分かれているが、1番線は、赤北本線に固定されている。1番線と2番線は、折り返しが可能である。駅舎側より記載。旭川駅管理の無人駅で、自動券売機などは設置されていない。駅舎内に、男女別の推薦式便所がある。当駅は、日本最北端の分岐駅である。現在、JR 貨物の駅は、 シャー貨物の臨時取扱い駅となっている。貨物列車の発着はなく、貨物設備や接続する専用線もない。かつては日本製紙や旭川工場へ続く専用線が駅から分岐していた。この専用線はコンテナによる紙製品の発送や工場で使用する液体塩素や石油の輸送に使用されていたが、1997年9月に廃止された。 なお、コンテナ輸送は1988年3月から行われ、1994年10月に有害者輸送を完全に置き換えた。1980年代までは、周辺の製材業者や井出光興産や共同石油などの輸送所へ続く専用船も存在していた。1日の平均乗降人員は以下の通りである。周囲は市街地である。 ありがとうございます。